シュペヒバッハは、ドイツビュルテンベルク州ラインレッカー軍に属す、マチソン。シュペヒバッハは、小和デンバルトと暗いガウの境界領域、ハイデルベルクの南東2 1キロメートルに位置する。ハイデルベルク、ジンスハイム、モーズバッハの中間にあたる。シュペヒバッハの長域は、西部に、 同名のシュペヒバッハ側の渓谷が含み、その両岸を挟み込むオネや高台の標高を160メートルから330メートルに広がる。この町は、東をエプフェンバッハ、南東をナイデンシュタイン、南をエッシルブロン、南西をメッケスハイム、西から北にかけてをロップバッハと境を接する。ローマ時代、現在のシュペヒバッハの地域は、ビカス・ニーディンシスという名で伝えられる。 入植地であった。この入植地は、ケルト時代にまで遡る可能性がある。ローマ時代には、リーメスの背後地の経済地であった。この時代から250年間、定住者の痕跡は残されていない。このため、中世世紀にあたるカロリング町に新たな入植地として再興されたと考えられる。近世、シュペヒバッハの入植地は、 シュペヒバッハ渓谷右岸斜面の麓に発展した。この村は1246年にハイデルベルクの住人コンラズスでシュペイバッハの名前としてその名が記録されている。村の名前はおそらくスペクトに由来する。村はまずシュタウフェン家のビンプフェン付属の帝国領に属し、その後ライン級中クの貢献下にあるメッケスハイマー、セントに属した。 1325年の遺産分与の際に、領主として、バインスベルク家が登場する。1401年には、フェン人間家の分家にあたるナイデンシュタイン家が、その後、ヘルムシュタット家、シュタイナハ家、サントダンシャク、ユクスキュル家、その他の領主が現れたが、フェン人間家は、帝国騎士の売身家まで常にこの村に対する影響力を保持し続けた。15から16世紀には、 グロース・シュッペヒ・バッハとクライン・シュッペヒ・バッハに分かれた。校舎はロップ・バッハ川沿いの水車小屋から発展したのだが30年戦争により荒廃した。シュペヒ・バッハは最初メインストリート沿いに農場が点在する街道王朝であり、高台には塀で囲まれた墓地を持つ教会が設けられた。村はまず両種の辞書内に形成された。 1838年からフェン人間の家領は農地に解放されていった。19世紀の町の発達は中心部の過密化をもたらした。このため、ローベンフェルトへ向かう街道沿いに新しい住宅地が設けられた。これ以外の新興住宅地は1951年以降に造成されたものである。シュペヒバッハは1803年まで、 プファルツ選定工領のディルスベルク管区に属し、その後バーデンのネッカー・ギャミュント管区の所属となった。両主はこの他に、1807年から1813年まで、アイヒタースハイムの管轄にも辞書があった。1857年に、シュペヒバフ派は、バーデンのエイバーバフ派管区に移された。1863年には、ハイデルベルク管区となり、 ここから1938年にはハイデルベルク軍が創設され、1973年にはラインネッカー軍に改組された。シュペヒバッハの町役場この町はメッケスハイムーに本部を置くエルゼンツタール自治体行政連合に加盟している。この町の議会には議長と市長の他20人の議員がいる。銀字に描かれた青い波体の上に立つ黒い息つつき。 その上には斜めに組み合わされた2本の赤いリガタズえ。この紋章は1705年の印象に基づいている。1921年に修文書局の認可を得た。キツツキは町の名前にちなんだシンボルである。百合ガタズは1401年以降領主権を有したフェン人間家の紋章に由来する。旗は青から白で1981年に ラインネッカー軍当局の認可を得た。1960年代まで、シュペヒバッハの主要産業は農業であった。1960年には55社の農業を主体とする企業があったが、現在ではわずかしか残っておらず、2003年の統計では10社が残るだけである。町の中心部は隣り合って立つプロテスタント教会とカトリック教会が特徴である。 カトリックの聖マルティン教会がより古く、その起源は中世にすでに建てられていたマルティン教会に遡る。教会は1561年にプロテスタントに改修されたが、1699年からはカトリックとの共同教会となり、1707年の教会分離の際に再びカトリック教会となった。1767年に新しい長堂が、 増築され、1828年には西側に拡張する工事が行われた。外壁には、フィクター・アキル・ヒゲスナーの装飾的な墓石がある。この人物は、バインガルテニアバルシュテッテンの司祭を務め、1880年からのシュペヒバッハの司祭となった人物である。プロテスタント教会は1776年に建設された。町の中心部には、 この他に1865年に建設され1964年に改修された町役場、1912年建造のカトリックの教会組織事務所に加え、多くの木組建築や1796年建造のゾンネをはじめとする歴史的なレストランが残されている。さらに、ラーデンブルクからローマ時代の国境の町、オスターブル県に至るローマ街道沿いに、 ローマの泉が残されている。ありがとうございます。